どうもバンです。今日はですね、僕の使っている動画編集ソフト EDIUS Pro 8.5、 これのですね、ある一つの気づきがありましたので、皆様にその情報を共有させていただきたいと思います。 EDIUS Pro 8.5 なんですけれども、時々ね、エクスポートして書き出した映像にですね、緑のなんかこうチラチラというね、そういうノイズじゃなくて、なんていうんですかね、フレーム落ちみたいなね、現象がね、ちょくちょくね、最近発生するようになったんですね。で、これがね、原因がよくわからなくてですね、いろいろ試行錯誤しまして、それを回避する方法も含めてね、お伝えしていきたいと思います。それではですね、まず実際にどういう現象が起きているのかというのをね、説明させていただきます。はい、こちらがですね、今現在作成中の動画なんですけれども、このシーンのもうあと 2,3 カット後にですね、出てくる黒い布がバックにあって、で、竹細工のね、人形がいっぱいあるシーン、ここにね、注目してください。この次だったかな、これです、これ、で、ここのカットだけかなと思いきや、こういうところでもね、チラ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 するんですね。でですね、程度の差はありけりで、1フレームだけね、なんか緑のね、画面がチラッと入ったというようなこともね、ありました。で、それはもう気がつかずに、もう YouTube にアップロードしてしまったような動画もあったんですけども、さすがに今回のね、動画はね、もうひどいじゃないですか。このままね、アップするわけにはいかないんで、ちょっとね、徹底的に原因を追求しました。でね、まずやったのがこちらです。はい、こちらがですね、 EDIUS Pro 8.5 の作業画面なんですけれども、そもそも僕の YouTube への動画のアップロードのファイル形式なんですけれども、いつもですね、このようにしております。エクスポートからファイル出力、そして H264 すら AVC、 これを使っております。詳細設定も紹介させていただきます。このような設定となっております。この H264 すら AVC を出力すると、さらにこちらの方にダイアログが出てきまして、で、ファイル名、出力ファイル名ですね、エクスポートファイル名を入力します。またここは例えばテストとかってやりますけれども、そしてビデオの設定ですけれども、このようにしております。そしてここ平均ビットレート、ここはですね、最大にいつもしております。 4K の場合は 200Mbps、 そして 2K の場合は 50Mbps というふうにしております。そしてここちょっとチェックが始めてますけれども、結局のところですね、原因はこれでした。で、普段から、この状態で書き出して、で、保存してと、エクスポートして、で、やってたんですけれども、このハードウェアエンコードを使用するとやった場合ですね、この EDIUS バージョン 8.5 になってから以降、特に顕著になって、この緑のね、フレームがチラ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 入るというのがですね、発生しております。おそらく、このハードウェアエンコード、つまりですね、クイックシンクビデオ、略して QSV ですね、それとの相性のね、問題だと思います。だから EDIUS Pro が、インテル HD グラフィックスに対応するのか、はたまたインテル HD グラフィックスの方がね、対応するのか、ちょっとよくわからないですけれども、いずれにしても、この問題がまたね、発生しておるというところですね。この問題っていうのはですね、以前からちょっと別の問題もいろいろ発生しておりましてですね、パフォーマンスが落ちるというようなね、問題が発生したりとかしておりました。で、特定のバージョンのクイックシンクビデオ、つまりインテル HD グラフィックスをね、使ったりという回避策もあったんですけれども、現在のところは比較的最新バージョン、両方ともね、EDIUS もそうですし、インテル HD グラフィックス530も、両方とも最新バージョンで安定していたんですけれども、ここへ来てですね、EDIUS Pro 8.5 になったところで、このようなね、チラチラというフレーム落ちが発生する現象が発生しております。なので、ここはですね、ハードウェアエンコードを使用するというのを一旦外して、で、保存してやればですね、かなり時間はかかるんですけども、一応ね、現象は回避できました。不具合の現象は回避できました。不具合の現象を回避した状態がこちらですね。ここね、いろいろね、試行錯誤してるんですよ。
これね、一番最初にね、ハードウェアアクセラレーションは疑ってまず外してみたんですけれども、これでもねちょっとねうまくいかなかったんですよ。で、その他試したのがですね、H すら264のノンドロップフレームを、設定してみたりであるとか、 100Mbps にしたりであるとか、標準画質に設定してみたりであるとか、あとそれから、バリアブルフレームレートにしてみたり、あとそれから MOV で書き合わせたりというようなこともやってみたりしたんですけどダメでした。それから編集の位置を変えたりと、まあいろいろやってみたんですけれども、ここでですね再起動をしたんですね、 PC ので、 PC の再起動、それと、ハードウェアアクセラレーションなしというところまで来て、うまくね解決できたというところです。で、解決した動画はこちらになりますね。この次のシーンですね、はい、この通り先ほどの竹細工のシーンがうまくエクスポートできるようになりました。はい、ここの、あ、ここのシーンもあかんやん。あれれ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 、すいません、ダメでした。というわけでちょっとね、回避策はまだ検討中ですけども、ちょっとね、症状が緩和したというところでですね、もう一度踏ん張りしてみたいと思います。はい、どうもです。やっと分かりました。あれから何回実験しただろう。結局ですね、原因は分からないんですけども、確実な回避方法が分かりましたので、その方法をお伝えいたします。まずね、EDIUS PRO 8.5 の画面に切り替えさせていただきます。こちらなんですけれども、原因となる箇所はですね、決まってプライマリーカラーコレクション VlogL の撮影を行って、そこにですねプライマリーカラーコレクションのカラー補正をした後に発生していました。例えばですね、こういうシーンですね。ここの子供が畳敷きのところで遊ぶシーン、こちらはですね VlogL で色補正を行っています。ちなみにこの色補正を解除してみますと、こういうふうな眠い映像になるわけですね。で、これはプライマリーカラーコレクションが必要なんですけれども、この後のシーンでこの竹細工のシーンが出てくるんですけども、ここにはプライマリーカラーコレクションは当たっておりません。なんですけれども、ここで決まってエクスポートした映像にコマ落ちが発生する。で、これは僕の勘なんですけれども、こういう対処をしました。レンダリングです。ここマウスでちょっとぐるぐるしてるとこ、ここをですねレンダリングしてみました。で、そうしたところ、まあ他にもあの再現性があったところを全部そうしたんですけれども、必ずそうなっていたという場所をレンダリングで対処して、でエクスポートしたところですね、うまく対処ができました。はい、というわけでやっとこの、普通のねワークフローの作業に入れます。というわけで皆さんね、もしよければこの情報を参考にしてみてください。もう本当にいろいろ試しましたよ。例えばね、あれから何をやったかっていうと、2K で書き出してみて、で、どうなのかなと、それでも再現しましたね。それから 1440p でも再現した。で、BT709 のカラー補正、これをですね、あえて問題の箇所に入れて、で、プライマリーカラーコレクションの連続性が重要なんじゃないかと思って試してみたんですけど、それでもダメ。で、その時にですね、一つ気づきがあったんですね。このシーンが切り替わった時に、何らかの PC 上の処理負荷がね、非常になんかよくあらぬことになってるんじゃないかと。で、まあ、レンダリングしたところでね、あんま意味はないんですけれども、とにかく PC の処理が非常に重いんで、レンダリングをね、プレビュー段階でかけておいてやることで、何かこうエクスポートの時にもね、いい影響が出るんじゃないかと。もう本当ね、これはねほとんど勘だったんですけども、これがねドンピシャ当たりました。はい、ちなみにですね、こちらの方の映像がその暫定対処、回避策で暫定対処してエクスポートした映像になります。このような感じですね。この次のシーンです。はい、このように VlogL のシーンの次に来る
普通の BT709 の普通の映像でもですね、このようにコマ落ちが発生しないことが確認できました。というわけで、この手法でエクスポートした時にコマ落ちがね発生しない、つまり何かしらのね、シーンが切り替わった時のこう不安定な要素がね、払拭できたのではないかというふうに思います。はい、本日の動画は以上です。ではまた、バイバイ。